米大リーグドジャースの大谷翔平投手がオーディオブランドビートの公式アンバサダーに就任した6日日本時間7日本拠地ガーディアンズ戦のため球場入りした際の光景に日本ファンは広告効果ありそう起業を思いさよなどと注目していた大谷がドジャースタジアムに到着した時のことサンダルにキャップを後ろ向きにかぶったラフな装いだったが 首には契約が発表されたばかりのビートの黒いヘッドホンが付けられていた。ロゴもはっきり見え、同社の製品とわかる。この光景を MLB 公式 X が写真と共に紹介。すると、日本ファンからは大谷が企業思いであるとの賞賛のコメントが相次いだ。スポンサーにきちんと礼を尽くす姿勢。プロフェッショナルだと思います。さすがですしっかりアピール。かっこよすぎな。 身につけるもすべてスポンサーの製品になる日も近い。広告効果ありそう。しっかりとさりげなくアピールするのうめえ。早速ヘッドホン装着する企業思いさよ。